俺だ。うわ、めっちゃいい匂いする。うわ、めっちゃいい匂いする。もう全員で勝ち点3取って、はいはい、最高のホーム開幕戦にしましょう、はいはい、準備は大丈夫ですか？大丈夫ですか？戦えます？大丈夫ですか？大丈夫ですか？僕は大丈夫ですか？心情よっということで、じゃあ、はい、みんなで一つになって戦いましょう、はい、こんにちは、神田です。今日はルヴァンカップ第1戦ホーム町田戦のことを振り返りながら、日曜日に行われるルヴァンカップ第2戦アウェー町田戦のことをお伝えしていこうかなと思います。いつも使ってるサッカーボードより今日はね、大きめなサッカーボードを使わせていただいてますので、まあ、少しね見やすいと思うんですけども、赤が新潟です。下に向かって攻めます。青が町田です。上に向かって攻めます。赤の新潟の磁石の方には背番号のシールをね貼っているんですけども、引いてカメラを撮っているので見にくい部分があると思うので、まあ、そこはご了承くださいということと、すいません、橋本選手の42番のシールがなかったので、すいません、橋本選手の背番号は磁石に貼っておりません。その辺もね含めて申し訳ございませんということと、まあ、ご了承くださいということで、まあ、第一戦のね町田戦を振り返っていこうと思うんですけども、町田が3バックだったのか、1枚まあサイドバックを上げて、まあ、前線に厚みを持ちたい、もたらせたいっていう形だったのか、まあ、その辺がね、こう、
狙いとしてあったと思うんですけども、まあ、松田がボールを持っている、攻撃ねするときは後ろ3枚にして中盤2枚そして前線5枚という形、前線に圧力をかけて攻撃していきたいっていう、まあ、黒田監督の狙いがあったんじゃないのかなと思うんですよ。まあ、システム的に言うと 3-2-5 みたいな形で攻撃してきていたんじゃないのかなと思うんですよね。まあ、ですけども、まあ、試合開始直後はね、松田が勢いを持って新潟のゴール前にね、攻撃を仕掛けてきていたと思うんですけども、新潟の選手の皆様が、まあ、途中でね話し合いながら松田対策っていうかそういったことをし始めたっていう部分もあったと思うんですよね。まあしっかりこの選手中心にダニーロ選手、谷口選手がね、町田の後ろ3枚に対して、まあ、プレス行きながら後ろでスーパーな中倉選手が町田のボランチのパスコースを切りながらポジションを取って、で宮本選手、秋山選手が、まあね、中倉選手と連動しながらボランチのところ、しっかり対応して、あとは入ってくるボールに対してマイケル選手、稲村選手、マイケル選手、稲村選手中心に、まあ、ボールを弾き返していくっていうような、形を取っていっていたし、まあ、宮本選手がね、まあ、ディフェンスラインに入って、この5枚の、町田の5枚のね、5トップって言ったらいいんですかね、に対応していたりとか、まあ、しっかり集中して守れていたと思うんですよね。まあ、なかなか多分町田がロングボールを使えなかったって言ったらいいんですかね。結構杉岡選手、ドルシェビッチ選手がワイドに開いて、まあ、ここ真ん中庄司選手で、まあ、結構開いてボールをね受けようとしていて、まあ、そこから多分ねロングボール入れていきたかったと思うんですけども、まあ、狙いの一つとしては多分角度をつけて新潟のゴール前に、まあ、ロングボールを入れていきたかったっていうのはあると思うんですけども、まあ、その辺はさっき言ったように前線3枚のねダニーロ選手、小野選手、谷口選手が中心となってしっかりねプレス行くところ行かないところ、まあ、そういったところをねしっかり見極めながらプレッシングプレスできていたっていうところもあって、なかなかこう町田は左右にボールを素早く動かせない、珍しくサイドチェンジのボールもなかなか入れてこなかったと思うんですよね。で町田のボランチ仙頭選手と白崎選手だったのかなが多分、まあ、宮本選手、秋山選手をこういう形で、まあ、釣り出したいというか、引っ張り出したいみたいな狙いはあったと思うんですよね。そうすると、ここのライン感が空くので、まあ、そうした瞬間に、まあ、ボール入れることに、藤尾選手とかに、ボールを入れることで、まあ、弾き返されたとしても、しっかりね、セカンドボール回収できる。ここで、セカンドボールを回収していきたいっていう狙いはあったと思うんですけども、まあ、なんせここのボランチが釣り出されないように、まああんまり食いつかなくていいよっていう決まり事があったのか、宮本選手、秋山選手がね話しながらバランス取りながらやっていたっていうのもあったと思うんですけども、なんせセカンドボールが拾えなかった町田が、まあ、その辺もね、しっかり新潟が対応できていたと思うんですよね。なので、ロングボール蹴っても、セカンドボール、宮本選手、秋山選手が中心的に拾うので、町田が得意とする攻撃、ロングボールを使った攻撃がなかなかうまくいかず、まあ、結構黒田監督が、白崎選手だったかな、
ボールが止まるたんびに呼び寄せて、まあ、多少こうボールを受ける素振りみたいなね、そういった素振りしてここ釣り出せよみたいな、新潟モランチもっと引っ張り出せよみたいな、それはお前がやるべきプレーなんじゃないの、やるべきことだよみたいなね、やるべきタスクだよみたいなね、ことを、そういったねジェスチャーみたいなことはやってたんですけども、まあそこがなかなかできず、町田は苦労していたんじゃないのかなと、その辺がうまくはまらずに前半15分6分ぐらいでしたかね、まあ、ダニーロ選手のクロスから長倉選手の先制点が生まれるということで、まあ、なかなかうまくいかなかったのかなって思うんですよね。まあ、途中で鈴木選手を下げて杉岡選手をワイドの高い位置取らせて、まあ、変則的なフォーバックって言ったらいいんですかね、フォーバックにして高い位置と取らせてワイドに開かせて杉岡選手を、まあ、ダニーロ選手があまり守備がね上手い選手じゃないって言ったら言い方失礼なんですけども、得意な選手じゃないっていうこともあって、まあ、ダニーロ選手のところを、まあ、突きながら杉岡選手のところで、まあ、ちょっとねこう起点を作りながらっていうことを、まあ、していきたかったのかなって思うんでしょ。先制点奪われた直後ぐらいですかね、直後ぐらいからそういった形をしていたと思うんですけども、まあ、そうなった場合ダニーロ選手がどうしてもプレス行った場合にここで通された場合にどうしても距離ができるので、ね、宮本選手、長倉選手、ここ距離行くので、まあ、藤原選手は多分見ないといけないんですけども、藤原選手はナサーホ選手見ないといけなかったりとか、まあ、そういったところもあるんで、ここがマークがぼやける瞬間があったと思うんですよね。だからその瞬間、ちょっとね、一回ゴール前で桑山選手かな、多分右サイド、新潟の右サイド崩されて、桑山選手かなんかがね、ゴール前で足振り切って、まあ、シュートはねゴールの上越えていったんですけども、あのシーンは多分こういったところが狙いだったんじゃないのかなと、まあ、神田は見ていて思うんですけども、まあ、その瞬間ちょっと怖いなとは思っていたんですけども、まあ本当に前の動画でもお伝えさせていただきましたけども、まあ、藤尾選手が退場したことによって町田のゲームプランが崩れていき、小野選手のスーパーのね、シュート。小野選手らしい。まさに、あれが小野選手っていうね、シュートが決まって、町田は、そこで、あの2点目がやはり、町田からすると、小野選手の2点目のゴールが、町田からすると、苦しい状況にさせたんじゃないのかなっていう形。だったんじゃないのかなって思うんですよね。まあ変則的な形だったなと思いながら、まあ、前半はそういった形で、まあ、新潟を攻略したかったのかなって思うんですよね。で、町田が、新潟のビルドアップの対策としては、4-3-3 で守ってたのかな、なんか変則的な 4-3-3 だったと思うんですよね。変則的な 4-3-3 みたいな。変則的な 4-3-3 って言ったらいいんですかね。変則的な 4-3-3 で町田は、新潟がね、ボール保持してるときは、こういう形だったのかな。もうちょっと、まあこんな形なのかな。で、確実に藤尾選手は、秋山選手にマンツーマンつく形だったと思うんですよね。こういう形か。ちょっとまあ、鈴木選手は高い位置取ってたんで、まあ、ちびのいさんも、なんか3バックだったよね、みたいなことを言ってたので、まあもしかすると、こういった形だったから3バックに、まあ、見えたのかなと思うんですけども、まあ藤尾選手が確実に秋山選手を、マンツーマン気味でマークしていたのは間違いないと思うんですよね。まあ、新潟の心臓、
の秋山選手、パスの供給源をまず潰していくっていうのが一つ狙いだったと思うんですよね。まあ、ですけども、まあ、橋本選手が高い位置取る、藤原選手が高い位置取る、で、町田の前線2枚に対して、まあ、阿部選手含めて、まあ、3枚でね、全然余裕で回せていたと思いますし、まあ、ちょっとね、新潟が難しく、まあ、秋山選手使えないなと。で、プレスに町田が激しく来たなと思った場合は、まあね、阿部選手うまく使って下げて、あ、ちょっとなかなか、この3人で、ボール回せないなと思ったら、マイケル選手が外を開いて、稲村選手が中入って、橋本選手が、まあね、こうやって気を利かせて落ちてくるみたいな。こういった、後ろ3枚にして、ビルドアップしていく。まあそうすることによって、まあね、町田は、前2枚でプレスかけに行かないといけないから、結構厳しかったと思うんですよね。で、秋山選手がね、まあこう、ボールをね、もらいに動くんですけども、まあ、藤尾選手がついてくるので、じゃあそれに対して宮本選手が、秋山選手と近い位置、取りながら中に入ってきて、まあ、橋本選手がこの辺でボール持ってる時とか、ね、こういう形でマークついていたのかな、ついていって、ね、なかなかどうプレス行くべきなのか、稲村選手消しながら、このポジション取った方がいいのかっていう、まあ、町田の選手が迷ってる瞬間に橋本選手が宮本選手に出して、でこういった時にやっぱり町田の攻略法って偽9番の動きなんですよね。この選手が中盤の位置まで落ちてきてボールをね受けるっていうことをするんですけども、まあ、普通とかだったらある程度センターバックがついていくんですけども、町田の場合はもうついてこないので、リスク回避したいので、後ろでしっかり迎え撃つっていう形していたので、あ、この選手がね、落ちてきた瞬間についてこないので、長倉選手が上がって、ダニール選手が上がって、ダニール選手が上がっていく。で、これに対して、長倉選手についていくべきなのか、ダニール選手見た方がいいのか、長倉選手見た方がいいのか、谷口選手見た方がいいのかっていう迷いがある瞬間に、小野選手に斜めのパス入れて、長倉選手がこのね、間、狙ってスルーパスっていうのが、1、2本あったんじゃないのかなって思うので、ある程度町田の攻略法っていうところは、中盤にパスを入れるっていうね、町田の攻略法の一つとして、中盤にパスを入れてあげると、町田は、なかなか潰せないというか、迷いが生じるので、まあそういったことを、まあ新潟がしっかり分析してやっていたんじゃないのかなって思いますね。まあ、宮本選手がちょっと落ちてきて、宮本選手がこうね、落ちてくることによって、ボランチの選手が宮本選手についていかないんですよね。こう落ちたプレー。宮本選手が落ちて、まあ、秋山選手がね、もうがっつり、藤尾選手にマークつかれてるんで、まあ、宮本選手がこうね、ディフェンスラインの近くに落ちていくんですけども、町田はついていかないので、ついていかない理由として、ついていっちゃうと、長倉選手フリーになっちゃうんで、長倉選手フリーになっちゃうんで、ここを入れられると、潰し効かなくなっちゃうんで、もう出ていかないんですよ。まあ、そこはもう分かっていると思うんですよね。松橋監督、スタッフの方々。まあ、神田も見てそこは分かりますので。だからたまにね、皆さん、そんなにボランチ落ちなくていいよっていう方もいると思うんですけども、町田の場合は、新潟の宮本選手、秋山選手、島田選手、奥村選手、石山選手とかね、落ちていった方がいいと思う。落ちることによって、もうついてこないんで、絶対ついてこないんで、そうすることによって、フリーでね、宮本選手が、ボールを持てる、ボールを触れる、あとまあいい、こうやってドリブルでこういけばいいので、だから結構、ファーストレグの時宮本選手がね、結構ドリブルで前線に持ち運ぶシーンって多かったんじゃないのかなと思いますので、まあ、そういったことを
まあ、新潟はあえてしていたんじゃないのかなと思います。まあ、ですけども 4-3-3 で守ってたんですけども、前半30分でしたかね、藤尾選手が何回も言いますけども退場したことで秋山選手のマンツーマン役、秋山選手を潰していくっていう役名の選手が退場してしまったせいで、本当に町田のゲームプランが崩れてしまったと思うんですよね。なので途中から3バックにしたのかな、3バックにして、まあ、3-5-1 もしくはこう5-3-1みたいな、まあ、形で対応していたんじゃないのかなとは思うんですよね。そういった形で対応していたんじゃないのかなと思いますね。うん、まあ、ですけどもこの選手の2点目で町田はちょっと苦しい状況に陥っていったなっていうのがありますね。まあ、あとは 4-3-3 で、まあ、藤尾選手が秋山選手見るで、まあね、橋本選手とかが、まあ、上がってこうやって見た瞬間に、まあ、宮本選手も上がってで、こういう形で多分高い位置取ってた時があると思うんですよね。新潟がで2枚で見るで、こういう形になった時に、まあ、橋本選手が高い位置取った場合に変則的な 4-3-3 なんで、町田の右サイド鈴木選手がたまに橋本選手と谷口選手を一人で2枚見ないといけない時があったと思うんですよ。そういった時はやっぱり、まあ、うまく町田の守備がデザインできてないなと思って見てましたね。鈴木選手ね、素晴らしい選手なんですけども、さすがに橋本選手とスーパー谷口選手を同時に一人で二人見ろっていうのは結構厳しいと思うので、まあそういったところで、まあ町田が後手に回るシーンもあったと思いますし、右サイドではダニーロ選手がワイドに張って、ね、ドリブルで仕掛けていくのか、なんかカットインしていくのかっていうところの迷いがあって、2枚食いついて、こうね、見る時があったと思うんですよ、町田の選手が。ってなった場合に、ダニーロ選手に町田の選手が2枚つくので、どこかしらで1人浮くんですよね。フリーの選手ができる、新潟の選手が。なので、そういったところが、いい意味で、ダニーロ選手が効いていたというか、惑わすプレーというか、町田の守備を混乱させたっていうのもあると思うんですよね。だからなので、前半ね、結構右サイドから活発的に新潟が攻撃できていたのは、ダニーロ選手に2枚でね、町田の選手が、最初は多分1対1でやっていたんですけども、これ抑えられねえぞみたいな。ちょっとダニーロ選手止めれねえぞみたいな感じで思って、でまあ、黒田監督が指示出したのか、その辺は定かではないですけども、まあ、2枚でついていくんで、どっちも1枚浮いてしまうんで、こういう形なんで、そしたらもう4対3ですからね。まあ、そういった形のところで、まあ、新潟が結構ね、前半5分過ぎ、7分過ぎぐらいからですかね、新潟ペースにこうなっていったんじゃないのかなって思いますね。だから良くも悪くもこう鈴木選手が秋山選手にマンツーマンでついてくれたおかげで、まあ、宮本選手がフリーになれる、自由に動ける時間とスペースを与えることができたおかげで、ね、ボール持ち運ぶこともできますし、パスもできる。まあ、言い方悪いですけども、秋山選手がいいおとりになったって言ったらいいんですかね。で、そのおかげで、ここのスペース空くので、そのタイミングで、小野選手が偽キューバの動きで中盤落ちてきて、ボール引き取って、シンプルに、この裏狙って、スルーパス出していくっていうね。
あとはもうマイケル選手、稲村選手、橋本選手が、まあ、藤原選手を含めてなんですけどもね、ビルドアップうまいので、藤尾選手がついてる分、橋本選手がね、こういう形でサポート入ってきて、プレス行って宮本選手顔出してっていう形で秒で町田のプレスを回避していくっていう、町田のプレスを無効にしていくってことをやっていたので、まあ、その辺はやっぱり新潟のうまさ、誰が出ても同じサッカーができるという強みが出た試合だったんじゃないのかなって思うんですよね。まあ、ざっとちょっと、まあ、振り返らせていただき、わからないところが多々あるかもしれませんけども、まあ、その辺はね、またコメント欄とか見ていただいて、見ていただいてんじゃないか、コメント欄とかね、書いていただければご説明させていただきますので、まあ、そういった感じだったんじゃないのかなと思いますね。で、第2戦目、セカンドレグの町田の場合は、さっき言ったように、もう、やることは変わらずに、もう町田は多分、もう本当にロングボール蹴って、強度高めて、是が非でも先制点奪いに来ると思いますので、まあ、前半、本当に割り切って0-0でいいと思うんですよ、新潟は。5-0 という5点リードがありますので、まあ、前半無理くりそんなに攻めていかなくてもいいと思うんですよね。ですけど余裕かましてしまうと、マジでセットプレーから絶対、先制点奪ってくるっていう狙いはあると思うので、ロングスローもしくはセットプレーとかコーナーキックとかでね、先制点狙ってくる、もしくは、下田選手か、キック精度抜群の下田選手がおそらくスタメンで出てくるんじゃないのかなと思いますので、そこに強力な強度を持った前線の選手並べて、そこにめがけて、もうとことん自分たちの得意とする土俵で戦ってくると思いますので、前半は 0-0 でいいと思いますので、まあ後半の戦いがね、どれだけ、まあ秋山選手なのか宮本選手が出るのか分かりませんけども、しっかりディフェンスラインに落ちてボール引き取って、まあプレス来ると思うんですよ。もしかするとプレス来ても、まあ冷静にサイドバック使いながら、しっかりね、ワントップ、小野選手なのか鈴木選手なのか分かりませんけども、長倉選手なのか分かりませんけども、まあ、ここね、偽9番の動き使いながら、しっかり出してあげる。で、ハイライン引いてくると思いますので、まあ、そこは、長倉選手なのか、長谷川元樹選手なのか、谷口選手なのか、高木義明選手なのか分かりませんけども、しっかりね、裏狙いながら、で、下がるんであれば、しっかりラインカーのところでボールをね、受けていく。あ、すみません、磁石がちょっと、ね、落ちてしまったんですけど、ああいう谷口選手とか、高木選手とか長倉選手はね、ライン間でボール受けれることもできる選手、長谷川元樹選手もライン間でボール受けれる選手なので、そういったところでボール受けて、ね、前進させていくってことをやっていけば、新潟はね、町田相手にまたセカンドレグ第2戦目も先制点を奪えるんじゃないのかなと思います。まあ、本当に次のね、試合、絶対先制点が大事になってきますので、先制点取って6-0にできるかどうかが一つポイントになると思います。そして、神田が予想するセカンドレグ第2戦の新潟のスタメン予想なんですけども、ゴールキーパー、阿部選手、左サイドバック、どうなんだろうな、一回堀米選手を、起用するかどうかですね。一回堀米選手起用するかどうか、まあ、橋本選手非常に良かったから、もう一回橋本選手で行くかどうかが一つポイントかなと思います。左サイドはで、センターバックのところなんですけども、遠藤選手がマイケル選手の代わりに出るのか、マイケル選手が脳震盪の場合は1試合多分休場っていうかお休みになるので、まあ稲村選手、遠藤選手なのか、千葉選手、稲村選手なのか、まあそこのセンターバックの組み合わせが一つ新潟はまたポイントになるんじゃないのかなと思います。で、右サイドバックはもうね、山口県山口市が生んだ大スター藤原選手で来ると思うんですよね。で、ボランチのところはもしかすると篠原選手を起用して
宮本選手1回お休みなのか、秋山選手宮本選手のコンビなのかっていうところですかね。で左サイドハーフは谷口選手をちょっとお休みさせて長谷川元希選手なのかなって思いつつ、トップ下は神田はちょっと久々に申し訳ないんですけども、高木選手みたいなと、スタメンで一回ちょっと高木選手を見たいなと思います。で右サイドがダニーロ選手なのか太田選手がまだどんな感じなのか分かりませんけども、まあ、太田選手もそろそろね復帰してもらいたいなと、まあ、無理してねまた怪我がしてもらっても困りますけども、まあ、ベンチ入りしていただきたいなと。あ、星選手もねそろそろベンチ入りメンバー入りしていただきたいなと思いますね。で、まあ、ダニーロ選手なのかな多分右サイドか、長谷川拓実選手か、長谷川拓実選手でもいいと思うんですけどね、長谷川拓実選手でもいいと思いますね。でワントップは多分鈴木選手になってくるんじゃないのかなと、まあ、長倉選手、まあ、ちょっとおやす、まあどうなんだろうな、もう今ではなくてはならない存在なので、まあ、もしかするとスタメンで起用するっていう形もあるかもしれませんけども、まあ、ワントップは鈴木選手で来るんじゃないのかなと、まあ、そういった形でスタメン予想させていただきました。まあ、本当にね、第一戦のリードはありますけども、まあ、気持ちに多少余裕はあると思うんですけども、しっかりね、集中して、試合の入りがまず大事になってくると思いますので、気持ち 0-0 でっていうと、またそこは難しい部分もあると思いますので、まあ、リードをね、守ろうという戦いはせずに、リードを広げていくぞと、点取りに行くぞと、しっかり先制点を奪いに行くぞと、まあ、さっき前半 0-0 でいいじゃんって言ったんですけども、まあ、前半である意味勝負決めるぐらいの気持ちでもいいと思うんですよね。 2-0、3-0 とかね、まあ、そういった形にやればさすがの町田さんも 8-0 になったらなかなか難しい展開になってくると思いますので、町田の心を早く折ると言ったら言い方失礼かもしれませんけども、諦めさせるというか、新潟の強さを改めて見せつけるって言ったらいいんですかね。そういった意味でも点差を広げていくっていうか、点を取るっていうか、守備してこの 5-0 を守ろうということじゃなくて、より一層ね点差を広げていくぞっていう強い気持ちを持って日曜日は戦っていってほしいなと思います。本日もね長い動画になりましたが、最後まで見ていただき本当にありがとうございます。まあ、ちょっとね分かりづらい説明が多々あったと思いますけども、そこは申し訳ございません。また皆さん現地に行かれる方、パブリックビューイングやられるんですよね、多分ビッグスワン、多分じゃなくてビッグスワンやられるって言ってたので、またねその辺でお会いできる方がいましたら、ぜひともね、お声掛けしていただけたら嬉しいなと思います。それでは、皆さん、本日も最後まで見ていただき、まあ、先ほども言ったんですけどね、本当にありがとうございます。それでは、また。何が出るかな、何が出るかな、何が出るかな。どれ？おお、谷口選手、すげえ、7番谷口、俺絶対谷口選手の出るっすね、谷口選手出ないっすね、すげえ、おお谷口選手来た、いやめっちゃ嬉しい。